どうも、いこいです。昨日でキュートの解散から丸5年が経ちました。そんな今回はキュート1 2年間の歴史をざっくり紹介したいと思います。本動画ではキュートの歴史を4つの時代に分けてお話します。この時代区分は投稿者が便宜的に定義したものですのでご了承いただけますと幸いです。まずは黎明期キュートの歴史に入る前に2002年に開催された Hello Project Kids オーディションについて紹介します。 このオーディションの合格者は15名。そのうち8名がベリーズ工房として2004年にデビュー。当初はメンバーの入れ替えも示唆していましたが、一度も行われることはありませんでした。結果的に落選者となってしまったのが、後のキュートの7名です。この頃はグループ名も存在せず、ハロープロジェクトキッズ名義での活動を余儀なくされます。この苦い経験が、後のキュートのブレイクにも大きく関わってきます。 そして2005年6月11日、グループ名がキュートに決定。由来は可愛いのキュートにメンバーのみなぎる体温を合わせた造語。11月には初のオリジナル楽曲、わっけない Z を披露します。余談ですが、つんくさんはベリーズ工房を公立女子、キュートは私立女子をイメージして楽曲を作っていたようです。そして2006年1月には、ハロプロエッグから有原カンナちゃんが加入し、 8人体制に、5月にはインディーズファーストシングル、マッサラブルージーンズも初披露。キューティーサーキットやキュートの日など、メジャーデビューに向けた活動を行う中で、10月には村上めぐみちゃんの脱退がありました。ここまでが黎明期。キュートは図らずも非選抜メンバーを中心に結成された点。下積み時代の悔しい経験が、後のキュートのパフォーマンスに影響を与えた点。この2点がポイントです。続いてカトキです。 2007年2月、ベリーズ工房から遅れることを3年、桜チラリでついにメジャーデビュー。デビュー曲オリコン初登場5位は、女性アイドルグループ初の記録でした。4月には初の三大都市ツアーを開催。12月には都会一個順情で、レコード大賞最優秀新人賞受賞。素晴らしい1年になりました。 2008年にはテレビ番組ベリ Q がスタート。合同コンサートも開催され、ベリーズ工房 Q と2組揃っての活動や、ボーノのようなユニット活動もこの頃から増加。年末には江戸の手まり歌2がレコード大賞の優秀作品賞に選ばれました。そんな中、2009年は Q とにとって激動の1年に、7月にはリハラカンナちゃんが脱退。10月には梅田エリカちゃんが卒業し、5人体制に。 そして11月、読売ランドで通称ショック事件が起こります。まず、メンバーカラーの変更が発表されます。突然の出来事で会場に動揺が走る中、新曲ショックを初披露。これが実質アイリのソロ曲だったため、新体制のキュートに対しての不安や不満がオタクの間で広がることになりました。 しかし、これは事務所の指示であり、アイリはこの状況が嫌で、偉い人に直接訴えたと後に語っています。ここまでが過渡期。順調なデビューを果たした後、ベイキュー一体となった活動が増加。2009年には脱退や卒業の末、5人体制になりますが、事務所の手こ入れが悪い風に作用し、キロに立たされることになりました。さて、ここからキュートはどうなっていくのでしょうか今日の動画はここまでです。 後日後編をアップする予定なのでお楽しみに。動画の感想やご意見、キュートの思い出、何でも構いませんので、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。